こんにちは、作るに夢中、三峰すずです。とうとうラズベリーパイ5が日本でも正式に発売開始されました。今回はグローバルでの発表から3ヶ月ほどという早いタイミングでしたね。5では内部的な変更だけではなく、表に出てくるような変更もいろいろあります。パソコンとしての性能強化を狙ったような気がしますね。待望のラズベリーパイの新モデル、とってもワクワクです。この動画ではまず開封セットアップをしてラズベリーパイ4と比較しつつ、5で変わったポイントをチェックしていきます。その後モバイルバッテリーでの駆動を検証してみます。後述しますが、電源周りの変更がありますので、モバイルバッテリーで引き続き動くのか気になるところです。まずは外箱の様子から。主要なスペックが書かれています。随時触れていきますね。開封しましょう。中に入っているのは本体と注意書きのマニュアルといういつもの簡素な構成です。いわゆる技的マークは外箱に印刷されているので、箱は捨てずに手元に残しましょう。基板を見てみましょうか。概ね4と同じような構成に見えますが、細かいところがいろいろ変わっています。 USB と有線 LAN ポートの配置が変わりました。4で基板奥側に移動していた有線 LAN ポートが再び手前側に戻ってきています。ケースの互換性はなくなっています。5専用のケースが必要ですね。電源スイッチが搭載されました。電源オンは今まで通り USB で給電すると自動で起動しますが、シャットダウンはこのスイッチでできます。これまでは OS 上でシャットダウン操作をしたりスイッチを後付けする必要があったので便利になったポイントですね。イヤホンジャックがなくなりました。イヤホンジャックの土地にはフラットケーブルのコネクタが2つ用意されています。これはカメラやディスプレイをつなぐコネクタで、今までそれぞれ1つだったものが兼用で合計2つになりました。研究開発や産業用途で便利になっているのかなと思います。今までディスプレイ用の DSI コネクタがあった位置には PCI Express のコネクタがあります。そう、ついに PCI Express が正式に引き出されるようになりました。 SSD を接続するアクセサリーなどがすでに発売されていて、さらなる応用もできそうです。特徴的な40ピンの GPIO、 給電用の Type-C コネクタ、デュアルモニターもできる2つのマイクロ HDMI はそのままです。 Type-C コネクタ自体はそのままなのですが、電源周りの変更があるので後で説明しますね。 CPU、GPU の性能向上を支えるヒートスプレッダー、そして5で初登場の IO などを司る RP1 チップも見えます。 OS をセットアップして起動しましょう。ラズベリーパイ財団の提供するラズベリーパイ OS の最新版をマイクロ SD に書き込みます。公式サイトからラズベリーパイイメージャーをダウンロードして起動します。デバイス、 OS、 書き込み先を選びます。デバイスはラズベリーパイ5。 OS はラズベリーパイ OS64bit。 OS の設定の一部をあらかじめ書き込んでおくことができます。 OS にログインするためのユーザー名とパスワード、 Wi-Fi の SSID とパスワードなどを設定します。さあ書き込みましょう。しばらく待てば完了です。このマイクロ SD をラズベリーパイ5に差し込んで起動しましょう。 HDMI のディスプレイ、 USB キーボードとマウス、そして電源として Type-C のアダプターを用意します。起動します。初回の起動は裏でいろいろな処理があるので少し時間がかかります。ラズベリーパイ5は4に比べて CPU も GPU も強化されています。 CPU は ARM の4コアであることは同じですが、コアの世代が新しくなり、
動作周波数も上がっています。 GPU も更新されているのと、デュアルディスプレイでの 4K60 表示に対応しました。ところで、Type-C のアダプターがちょっとクセモノです。少なくとも 5V 3A 出力が必要です。そして推奨されているのは 5V 5A です。これは公式アダプターが用意されているんですが、この動画公開時点ではまだ日本国内では発売されていません。 5V で 5A を流せるものはなかなかないので、ちょっと使い方に工夫が必要かもしれませんね。起動して目につくのが右上のこの表示です。 5V 5A より小さいアダプターを使用すると、この警告が表示されます。 USB ポートで使用できる電力が制限されるので注意が必要です。安定した電源を確保できるかが5を使う上での最初のポイントかもしれませんね。5での変更点、細かいところではリアルタイムクロックが搭載されたり、冷却ファン用の制御コネクタが用意されたりしています。特に法律は大事なので、公式でがっちりした冷却ファンユニットが用意されています。通気を良くすれば追加の冷却機構なしでも動きますが、長時間動作や連続した全力稼働を安定させるには冷却には気をつけたいですね。 YouTube の閲覧もできますね。モバイルバッテリーへの駆動を検証してみましょう。ミニパソコンという観点からは調合がいろいろ登場していますので、モバイルバッテリーでの駆動が5でも良いであれば一つの特徴として使いこなせると思います。今回利用するのは A タイプ A コネクタのみの 5V 2.1A まで対応の 5000mAh バッテリー、 B タイプ C コネクタでパワーデリバリー対応の 5V は 3A まで出力できる 5000mAh バッテリーです。これらのモバイルバッテリーで起動できるのか、実際に動くのかどうか見ていきたいと思います。バッテリー A タイプ A コネクタ出力からの動作です。起動はしましたね。ブラウザを開いてみると動作はしていますが警告が表示されています。警告は出ているものの、 YouTube の動画再生はできるようです。バッテリー B Type-C コネクタ出力からの動作です。こちらでも電源の警告は表示されていますが、動作はしていますね。追加のテストをしてみましょう。バッテリー B タイプ A コネクタ出力からの動作も試してみます。こちら途中で電源が落ちてしまいました。 B のバッテリーのタイプ A コネクタ 5V 2.4A 出力が規定値になっています。バッテリー側できちんと出力電流を計測していて、安全装置が働いて遮断されたのかもしれませんね。限られたテストではありますが、電源の重要さは見えてきたような気がします。5V 3A が使用としてサポートされているバッテリーでタイプ C 出力を使うのが良さそうですね。 5V 5A 出力に対応しているモバイルバッテリーはあるのでしょうか。今回は日本での正式発売も始まった5をセットアップし、モバイルバッテリーでの動作を少し検証してみました。ラズベリーパイ5、
あなたはどう感じましたか？私はまだ具体的な使い道はないのですが、性能向上によるエッジでの AI 処理の可能性が気になっていますね。また実用性とは別に、新しいラズベリーパイボードというワクワクが体験できてとても嬉しいです。5についての皆さんの感想、使い道などなど、ぜひコメントで教えてください。このチャンネルでは好奇心の赴くまま、新しいもの、楽しいもの、ポンコツ心なもの、いろいろ探検していきます。ぜひ高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローをお願いします。次の動画でお会いしましょう。またね。